ショールームあったら食べるんですよ。で、だから1個使うじゃないですか、桃1個とチーズ1個使うんですよ。なので結局またあと2個あるっていう、えい、毎日夜ご飯なんか桃が私のこと見てたんですよ。なんかアンナちゃん買ってみたいな桃が言ってて、アンに、アンナが買わなきゃって思っちゃって、そうお芋もって感じ、お芋もしちゃって、そう家に今3つ桃があります。だったらもともと4個買えばよかったじゃん、4個のやつ買えばよかったじゃんっていう。でも2個のやつを結局2個買っちゃってポンポンって感じです。はい、そうそう、桃が言ってたらしょうがないよね、もうそれ思う。なんか桃にか言ってたから、そう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 、なんかちょろいんだよ、ちょろちょろのちょろのつけって感じ。お芋もしちゃいました。でもなんか今本当はなんかまた流行ってる違うやつがあって、そうてかめっちゃ雨強い、雨なんかすごい、こんにちは、めっちゃ雨ザーザーなんですけどって感じで大変だったんですけど、そうでもなんか今はヨーグルト、桃の中にヨーグルトが入ってるやつが今流行ってるんですよ。でも桃のブラータ、日本ではまあ桃のブラータなんですけど、海外では桃の中のなんかヨーグルトのやつが流行ってるんですよ。はい、みんな最先端最先端の情報ですよこれは。みんなそうヨーグルトみたいなのがなんか入ってて、そうそれ入ってるんだって。みんなこれ最先端の情報だからね、心に留めときや。どうしよう、最先端じゃなかったら。でもそうよ、でもほんまに流行ってるよ、ヨーグルトの中の桃じゃないよ、桃の中にヨーグルトが入ってるの。え、調べてみて、桃ヨーグルトってすぐ出てくると思う。え、てか知らない、誰か知ってそう、知ってる人絶対いるでしょ。いいよ、信じない人はもういいから、私のことを信じる方だけ、私のことを信じてください。あ、そう、玉掛さん韓国で流行ってる、大抵そういうの日本流れてくるから今これ中国で流行ってますとか、ていうかアジアとかで流行ってるの大体日本入ってくるから、そろそろ。大体入ってくるよ、大体アジアで流行ってるもの。なので最先端行きたいと。ねえ、なんだっけな、忘れちゃった。でも日本語はないんじゃない、桃のヨーグルト違うか、なんだっけ、あるよ、でもなんかあってカタカナよ、つらカタカナか、あ、グリーク桃、そうかもしれない、それかもしれない、それ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 、多分流行ってるらしいよ今、グリーク桃っていうやつ何これ最先端です、みんな。広島にもありますか。でもこれ作るんですよ、多分買うものじゃなくて、わかんない、日本ではまだ買えないんじゃないかな、ないと思う。要はギリシャ、わかんない、東京にもないよ多分、わかんない、売ってるとかはないと思うんだよな、わかんない。はい、もうみんなみんな最先端、おうちカフェとかかな、うん、わかんないけど、まあでも流行ってると思う。蜂蜜かけて食べるらしい、アンナ好きそう、めっちゃ好き、アンナ蜂蜜とかチーズとかもう大好きだからさ、シェケシェケ韓国のおしゃれ女子が食べるやつらしい、よっしゃ最先端最先端です。そう簡単だと思う、桃さんを、まあでも上手に綺麗に剥かないといけないけどね。なんかでも昨日桃をなんかね、包丁の裏側でこうやってこするみたいな、なんかこういう風にやるんですよ。それでなんか切り込み入れてピューって剥けるみたいなやつやったんですけど、ちょっと微妙だったんですよ。まあでも剥けたけど綺麗だけど、今日はちょっとお湯バージョン、なんか沸騰させたお湯に入れて、でその後に氷水で冷やしてドゥルンって抜けるっていう方を次はやろうと思います。今日はどっちがやりやすいんだろう、どっちがいいと思いますか。でも多分多いのはお湯の方ですよね、どっちかなんですよ多分、あの中で
でもなんかお湯もちょっとお湯沸かすのもな、お湯、いやお湯沸かすのはいいんですけど、なんか氷水作るのめんどいんですよね。トマトと一緒、あートマトだね。そうだけど今日どっちやろうかなと思って、ちょっとぶりっ子はねお受けしてません、こちらのルームでは。ぶりっ子仕草